リオリンピアスの穴開いててますか見てじゃんあ、ちなみににここおにりんの耳は何にも開いてません特に強い理由は注射とか針とかが怖いからですねえコロナのワクチンどうしよういやどうしようっていう話でもないんだけどさ絶対にた打たなきゃいけないの絶対に絶対に 打たなななきゃいけないけけののは分かるんだけど注射が無理なの絶対に打たなきゃいけないし打った方が私も絶対にいいと思うのでも注射が純粋に怖いんじゃもうあのニュースとかで接種会場とかワクチン接種開始とかもうその言葉を聞くだけなんかちょっとドキドキしてくるもんめちゃめちゃドキドキしてくるもん私もいつか打つんだって私も 私もいつか注射を打つんだなって思ってちょっとドキドキする怖いんじゃん本当に本当に怖いよどうして私がピアスの穴を開けていないのかって言ったら注射が怖いという強い理由があるから <laughs> 看護師ですワクチンは筋肉注射なのではっきり言ってしまうと痛いです筋肉注射打ったことないよ私お小遣いあげるから注射打ってきなさい筋肉注射はいいちょっと怖いよ 私、インフルエンザの予防接種ないハンコ注射打ってないよほらハンコ注射ってここにあるやつでしょない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 そんなの打ったことないハンコ注射なんて毎年健康診断で採血とかしないのしなかったかもでも大人になってからしたけどその時もねもうねヒー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 言いすぎて看護師さんにベッドに寝ますかって最終手段 ベッドに寝かしてもらってって、やってったほらハンコ注射ってここにあるやつでしょ